ですね、フセリントロ群についてはですね、私テキスト書きまして、それをちょっとお見せしますね。私のサイトで、hanapsa.com っていうのがあるんですけども、まあ、これいろいろちょっとテキスト載せてるので、また読んでいただきたいんですが、これでですね、いろいろ説明させていただきました。ので、まあ、ぜひ読んでください。で、フセリントロ君はまあ昔からよく知っている作家で、僕が、企画した牛窓芸術祭っていうのにも参加してくれたアーティストで、まあ、布施秀人先生の息子さんですよね。で、まあ、やっぱり、まあ、超エリート教育を受けてきてですね、活動しているわけですけれども、布施琳太郎君が、まあ、彼詩にも興味がありますので、詩人の水沢奈緒さん、これ中原中也賞を取られたみたいですね。すいません、私ちょっと詩集を読んでないんですけれども、と2人でですね、隔離漆器濃厚接触室、という作品を発表しました。で、まあそうですね、これについては少し作品とか画像を見せながらやりましょうか。まあ、iPhone、ごめんなさい、iPhone でなくてもいいんですけれども、iPhone もしくは、PC でですね、このサイトにアクセスするっていう作品なんですね。で、まあ、この名前からわかるようにですね、もちろんですね、COVID-19、コロナウイルスですね、での自粛っていう状況になったものに対する応答としてですね、これがオープンされたのがいつだったかな、すいません、ちょっと忘れてしまいましたが、5月ぐらいだったと思うんですね。で、すぐにオープンしまして、まあ、ものすごく早く反応したんですね、彼ね。その瞬発力っていうことだけでもですね、評価していいと思います。すごいと思いますね、それはね。ということですね、まずはね。はい。で、これ今見ていただいているのが iPhone 画面でして、まあ、こういう画面が出てくるんですね。で、まあ、このスクリプトみたいなのが出てくるのかな。で、でもこれを、これじゃない方がいいかな。リジェクトされたやつがいいかな。まあ、いいか。ですね。要するに、簡単、まあ、構造としては非常に簡単でですね。サイトを、そのサイト自体が作品になってるわけですね。で、なんですが、その、ウェブページ、つまり、まあ、URL というか、ページと言いましょう。で、そのページを、見ることができるのは、一つの時間、まあ、同時に一人しか、まあ、同時に一人とか、同時に一端末でしか見ることができない。っていう作品なんですね。です。で、僕もですね、かなり苦労しちゃってるのもおかしいですけど、なかなか入ることができなくて、まあ、朝の方がいいのかな、みたいな感じで、朝まで起きてる時にですね、ログ、まあ、インしまして、これ時間見たら5時8分ってなってますけど、僕5時8分に入れたみたいですね。これが初めて入れた時の画像になりますね。で、そこで、まあ、なんていうんですかね、スクリプション、ディスクリプションっていうか、なんていうの、説明みたいなのがあって、こういうふうに、なってるわけですね。どうなってるかっていうとですね、まあ、この画像を見ればわかるんですけど、まあ、これ僕、携帯端末、Android 端末ですけど、で、見ているんですが、左側にですね、まあ、Google ストリートビューの画像があって、右側に水沢奈緒さんのですね、C って、まあ、どう発音するのかわからない、カタカナですね。C っていう、詩が、スクロまあ、横スクロールですね。で、見えるっていう、そういう作品です。で、左側の画像は、Google ストリートビューですから、こういうふうにこうぐるぐるですね、こうやってギューとこうやったら、全天球でこう見れるわけですね。まあ、そういう画像になっていると、いうことです。はい。で、じゃあ僕がこれについて、これ、まあ、もうちょっと見ますか。まあ、こういう感じですね。だから、テキストを読みながらですね、右の。左でですね、いろんなところをこう見ると同時にテキストを読むみたいなですね。そういう体験になるわけですね。で、まあ、ここに警官がいるんですけど、これはなんか大使、えっと、なんだったかな。これ大使館ですね。大使館の警官なんですけど、まあ、これはどこなのかっていうのは、僕、後から彼に場所を聞いたんだけど、まあ、本当はですね、その端末が、ある場所の GPS、だから端末は、
がある場所を GPS が拾ってですね、その場所のストリートビューが出る予定だったみたいなんですけど、機能したりしなかったり、まあ、GPS ですからね、まあ、するので、それで、これは何だったかな、まあ、後からちょっと説明しますね。ですね、これはまあ、そういう時に出る場所ですね。だからまあ、僕の GPS は機能してなかったんだけど、ということですね。はい。ちょっと、すいません。写真の入れが早すぎますけど、僕これ詩を全部残したいと思って全部スクリーンショットしたんですね。詩っていうね、こう、水沢奈々さんの詩なんですね。こういう感じですね。で、これがですね、PC で見た時の、はこういうふうに見えますよっていうことですね。まあ、僕は、なんていうかな、携帯端末で、ログアウトした後に、ログアウトっていうか、ページを消した後にすぐに PC でやって、そしたら入れたんで、PC で見れたんですけど、PC で見ると、まあ、上に、詩があって、下に、GPS の画像があるっていう形になりますね。で、まあ、こういうふうに、まあ、ありますね。まあ、こういう説明が書いてあるということになりますね。はい。まあ、詩も書き下ろしなんですよ。だからなかなかすごいんですけどね。この詩自体も、今でも当然ですけど、今ちょうどアクセスできなくなってるのかもし、メンテナンス中かもしれませんが、アクセスできます。はい。で、これですね。これがですね、ページに入れなかった時の、どういうふうに表示されるかということですね。他の鑑賞者が展覧会を鑑賞しているためアクセスできませんでしたって、これまあ OK って言って戻るしかないわけですね。で、そうするとこの画面にまた戻るわけですね。で、時間を置いてアクセスしてくださいとか出てですね。で、またですね、この隔離式濃厚接触室って赤いところありますね。ここまたタッチするわけですね。こう無数、もう何回も何回も繰り返すわけですよ。で、1回やったらですね、やっぱりですね、10回20回タッチしますよ、これ。絶対ね。うん。で、そのタッチが重要なんじゃないかと僕、は思ったっていうことですね。で、ちょっと、僕も何て書いたか忘れてしまったな。けど、ですね。まあ、とにかくこれはまあ、彼が反応したっていうことは素晴らしいことですよね。でですね。ですね、この辺はまあ説明か。そうだ。で、彼が問題にしようとしたことっていうのを僕が解釈するとですね、まあ、当然ながらですね、3密っていうことがすごい言われたわけですね。まあ、変な言葉ですけどね。密閉、密接、密集でしたっけ？それですね。それすべてですね、実はですね、言い換えればですね、空間と場所と場面だということになるんですね。で、これ一言で言うとですね、英語で言っちゃうとね、これスペースの問題なんですね。結局、我々の問題はスペースの問題なんだということなんです。で、フセミントローが問題にしてきたのもですね、結局はスペースの問題なんだっていうふうことなんだと思うんですね。で、じゃあ、この、隔離式濃厚接触室におけるスペースっていうのはどこなのかっていうことですけれども、これはですね、まあ、やはり、まあ、スマートフォンであるというふうに言うわけですが、じゃあ、スマートフォンは何かということになるわけですね。スマートフォンの中に空間があるのかっていうことになるわけですね。どうでしょうか。スマートフォンの中に空間はあるのか。これ意外と難しい問題だと思いますよ。別にいろんな言い方ができると思いますけども。ですね。まあ僕が考えるに、まあスマートフォンの中の空間を考えることも重要なんですよ、もちろん。ただし、フセリン太郎の作品における、スペースの問題は、スマートフォンの側にあるのではなく、まあ、スマートフォンの側にあると言ってもいいんで、まあ、でもスマートフォンの側にあるのではなく、我々の身体の側にあるんだっていう解釈を僕はしたい。
これは凛太郎君の作品を解釈するに合っているかどうかっていうのはわからないけれども、僕はそうしたいからそうするという感じですね。で、そもそもですね、僕GPS っていうものにすごい興味があるんですよ。もともとあるんですね。で、あれ、なんていうふうに、あれね、なかなか、どういう名前なのか、何を略してるのかとかあんまりわかんないじゃないですか。あれ、だからグローバルポジショニングシステムっていうんですよね。もう、僕それ知った時めちゃくちゃかっこいいなと思ったわけですよ。グローバルにポジションしてるんですよね。ね。それすごいですよね。で、ただですね、ただですよ。じゃあそのね、GPS がポジションしているものってどこなのかっていうことですよ。これ普通は GPS が、ポジションしている場所っていうものは私たちが今現在いる場所っていうふうに認識するわけですね。なんだけど、私たちが今いる場所ってどこですかっていうことですよ。つまりね、私が今いる場所ってどこなのっていうことなの。私のスペースってどこなのっていうことなんですよ。私のスペース。で、その私のスペースっていうものが、実はグローバルポジショニングシステムによっては名指されて、ポジショニングされてないんじゃないかと僕は思ってるわけ。というのが、私のスペースっていうのは、結構こう、なんていうか、もう、その、この範囲でしょ？この身体の範囲でしょ？だから、この身体の範囲にぴったりしたようなですね、ポジショニングを GPS がしているわけではないわけですよ。わかるかな？なんか。こう電波がピュッて飛んでるけどかもしれないけど、こういうあの端末からね、端末から飛んでるかもしれないけど、それは我々の身体をポジションしてるわけじゃないでしょ？ということなんです。だから、でも、だからポジションっていうものと、スペースっていうものは全然違うということね。で、身体にはスペースっていうものとポジションっていうものの、その掛け合わせ、そのダブルのミーニング、ダブルの意味があって、で、布施君がやろうとしたことは、今回はスペースなんだろうっていうのが僕の考え方なんです。で、そのために僕は詩を必要としたっていうふうに、まあ考えたわけですね。で、詩っていうのはすごくスペースの問題が極めて重要でしょ？単純に詩を考えてみるとね、詩ってなんでこうやって行を変えるかっていうことですよ。あれスペースをこう作ってるわけですよ。形を、まあリズムを作るっていうか、スペースを作るっていうのはリズムを作るっていうことだけど、ということでしょ。で、ポジションを作ることっていうことと、リズムを作ることっていうのは関係ないはずですよ。スペースによって初めて、そのリズムが生まれ、そして詩が生まれ、るはずなんですね。ですから、やっぱり水沢さんの詩、しかも C っていう詩なんだけどね。これがまた面白いけどね。C っていうのは C だからね。そこにはリズムないのかもしれないけど。でもまあそういうことだよね。その C っていうのが現れたと。で、結構ですね、こう、どんどんですね、いわゆるメトニンミっていうのは、慣用的にこう、キュッとこうね、横にね、ギューッとこうね、滑っていくようなね、詩なんですね。で、まあある種のエグさって言うと良くないかもしれないけど、身体的なリアリティに非常にこう突き刺さってくるようなですね、タイプの言語を使われる方のようですね。で、卵っていう言葉とかですね、君っていう言葉にまあ僕はすごく、が気になったけれども、まあいろんなところに気になる人がいると思うけどね。で、どちらもあれですよ、ひらがなで書かれた卵と君ね。で、卵の中に君があるわけでしょ。だから卵の中から君がこう出てくるっていうね。こうドロッと出てくるみたいなね。そういうことなんですね。で、これが僕スペースの問題だと思うわけ。卵ってさ、基本はポジションとしてあるわけでしょ。言いたいことわかるかな？塊としてあるじゃない。あれポジションとしてあるじゃない。表面のこの1個としてあるでしょ。でもあれ割ったら、あれがスペースになるわけですよ。つまり君っていうのはスペースの問題なわけですよ。っていうことなんだと僕は思ったわけですね。その意味で彼女の C という詩は、やっぱり必要だったっていうことは、まあよくわかりますよね。そういうふうに思いました。
ですね。で、まあ、ちょっとこの見ることとスペースの問題っていうことも、少し、関係させてますね。で、これは僕もともと、だいぶ前に書いた、あれは何ていうテキストだったかな。あ、ポストトゥルース時代の芸術作品っていうテキストで、このサイトに載せてますけど、書いたように、やっぱりこの触覚の問題っていうのはすごく重要ですね。触覚、だからこの、もうスペースゼロになっちゃってるわけですね。我々見るっていうことを、作品を見るっていうことと作品を触るっていうか、まあ、スマホとフォンをタッチするっていうことっていうのが、すごくもう一緒になっちゃってるわけですよね。で、まさに、布施君の作品はそういう作品になっているわけです。その意味でも極めて現代的なんですね。で、最後ですね、最後なんですが、ですね、まあ、要するにですね、彼の作品は、じゃあね、どこに一番新規性があるのかっていうことだと思うんですけどね、それは僕は入った後にはないと思ったんです。そのページを見た後には、特に新しいもの、まあ、ごめんね、新しいものっていうか、まあ、なんていうか、作品ではないと思ったの。水沢さんの詩を作品だと思うけど、布施琳太郎の作品かどうか、あれが全体が布施琳太郎の作品かどうかっていうと、ちょっと難しいような気がするのね。で、あれなきゃいけないんだけど、でも重要なポイントはどこかっていうと、つまり彼のこの作品のクリティカルポイントはどこかっていうと、それは入る前のタッチなんですよ。タッチの作業がなかったら、この作品何の意味もないのよ。新規性ないんですよ。で、そのタッチっていうのは僕はノックって言ってるんだけど、なんでかっていうとね、彼はずっとこれまで新しい孤独っていうことをずっと言い続けてるんですね。で、彼はなんだっけな、美術手帳のなんとかの評論なんとかみたいなので、佳作みたいなのとかな、賞をもらってるけど、その時に新しい孤独っていうことを言っていて、で、僕この作品で初めて新しい孤独っていうので、凛太郎くんが何を言いたいかっていうのが、ちょっとだけ分かった気がして、それは、要するにね、我々ノックしてるでしょ？ノックっていうかタッチしてるでしょ？で、リジェクトされ続けるじゃない。で、その向こう側にいるのが布施琳太郎っていう感じなんだよね。あるいは布施琳太郎の作品なんだよね。で、そこにある作品は非常に孤独な状態で、存在しているんだということの存在論だと思うのね。結局、見えないんだけど存在してるのね。っていうことだと思ったんです。で、それはとても僕面白いなと思った。というのがですね、これはね、何でもいいけどね、例えばね、ウンベルト・エーコ、開かれた作品とかでもね、いいしね、ハイデガーでもいいですよ。ハイデガーの芸術作品の根源とかでもいいですけどね、あるいはサルトルみたいな人でもいいけどね、まあ、ちょっと実存主義すぎるかもしれないけど、話の流れ的に。でも、その実存主義的なものっていうか、なんていうかな、これは感覚的にみんなわかると思うんだけど、作品がですね、ある時ですね、一気にですね、自分の方にですね、ものすごいリアリティを持って、ブワーッとこう押し寄せてくるみたいな。そういう感覚、つまり、これが作品が開かれるっていうかな、バッとこう、一気にこう押し寄せてくるっていうのはね、開示されるようなね、あるいはまあ自分がそっちにこう、自分の身体こう、身体っていうか、自分自身を投げ込むんだけどね、そっちにね。作品の方に投げ込んでいくんだけど、そういうような、ものとして、そういうことができる作品がいい作品っていうことになってるわけで、僕もそういう作品が好きなんですね。ただ、布施君の作品はですね、なんていうかな、入れなくていいんだよ。だから、僕、と思ったわけ。そのページが見れなくていいんです。ただ、そこに存在してるんです。だから、我々がやるのは、ただ単にタッチを繰り返すっていうことだけなんですよ。つまり、ノックし、コンコンコンってノックし、あいつの部屋をですね、彼の部屋をですね、ノックし続けるって感じです。展示室を。で、そこに作品があるかどうかっていうのはよくわかんないのよ。で、そういう状態っていうものが、彼が作品にとって最も良い状態だと考えているんだなっていうことを僕は分かった。僕はそういうふうに捉えたんです。で、これのテキストの最後に書いてあるのは、彼が洞窟っていうものに惹かれる理由っていうのがよく分かったっていうふうに僕書いたんだけども、僕も洞窟壁画には大変興味があるんだけども、
彼とはやっぱり違う興味の持ち方なんで、これはまた話す機会があると思いますから話しますけれども、彼が僕はこの作、このね、隔離式濃厚接触室、から理解した、彼とその彼が洞窟を好きな、洞窟兵器がお好きな理由っていうのはね、ラスクを考えれば分かるんですけれどもね、まあ、他の洞窟兵器はちょっと一旦置いといてくださいね、ごめんなさい。ラスクって発見されまして、ある時に、ね、偶然に発見されて、あれすごいことですけど、偶然に発見されて、少年たちかなんかにね、発見されて、で、誰でも見れたわけですね。で、誰でも見れてたんだけど、どん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 カビに侵食されていくんですよね。それこそカビですよ、カビ。ね、我々のウイルスなんかの元に、なることもあるね、そのカビですよ。いや、ウイルスじゃないわ、ごめんなさいね、カビっていう、その病気の元になることもあるね、カビね。なんですけれどもね。そういうものが侵食しちゃったので、もうどんどんその劣化を防ぐためにですね、完全に塞いだんですね。で、今は外にそのレプリカがあってですね、そのレプリカしか見ることができないんですね。で、僕はね、今の状態が彼にとっての洞窟壁画なんだと思ったわけ。つまりどういうことかというと、一回開かれたんだけど、今はもう閉じられてるのよ。そこに作品はあるんだよ。でも見れないんだよ。これが作品の最もいい状態なんだと。つまりこれが新しい孤独なんだと。いうふうに僕は解釈した。で、そうなると我々ができるのって、ただ単にノックすることだけなんだよね。で、そのノックというものが、現代において、あるいはそれはこのコロナウイルスっていうものが来た時にね、すごく明確な形で、実は俺たちにできるのって、もはや、スマホタッチするっていうことだけじゃん。という楽観論か悲観論か分かんないよ。でも、そういうことをすごく明確に表したんだと思います。で、これからどんどん加速していくはずですよね。だって海外旅行とか、まあ難しくなる可能性ももちろんあるし、少なくとも、なんていうかな、画面をタッチすることによる、あるいはノックすることによる、あるかどうかわからないけれども、つまり実物を目の前にはしていないんだけれども、でも、その作品をですね、スマホ越し、あるいはまあディスプレイ越しにですね、見る。っていうことがですね、これから飛躍的に増えて、まあまあまあ、今も飛躍的に増えているけれども、これからも増えるかもしれない。まあまあまあ、増えるよね。で、それをどういうふうに捉え返すかっていうことを、多分彼はこの作品で新たに提示したんだと思いますね。だからもうちょっとまあ僕、まあこれから彼はこの作品をどんどん展開していくと思うから、まあまだまだ面白くなっていくんだとは思うんだけど、なんていうかな、まあまあそういうことですね。ですね。だから、なんていうかな、でもね、やっぱまあ、凛太郎くんはやっぱり肯定的なんだと思いますよ。作品を直接見ることができないということに対して肯定してみせたいんだと思うな。僕はやっぱそう思いますね。つまり、なんていうかな、直接的に見るのってね、結局ね、これすごい古い言葉で言うとね、すごい古くもねえか。要するにアウラってあるんですよ、まだ。アウラってある。アウラなくなったって言うけどね、あのものはね、絶対嘘でしょ。アウラあるでしょ。で、めっちゃ感じるじゃない？オーラね。あとベンヤミンが言ったね。で、それもがですね、新しい孤独の中にもアウラがあるんだっていうことなんだと思います、彼がやりたいのは。で、僕はこれについては面白いと思う。とても面白いと思う。ということですね。まあ、なんか他にも言えることありそうな気がしますが、布施君についてはですね、まだまだこれからですね、話せることが多いと思いますので、これぐらいにしたいと思います。で、これでですね、まあ、もしかしたら後々切るかもしれないので、ちょっと私の方の絵に戻しますね。ね、コメントとか来てたら見ますからね。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ、アートっていうものは。